ヒットガールとは、キックアスシリーズに登場する架空の人物である。キックアスシリーズは、マーベルコミックが、アイコンコミックスのブランド名で刊行している。このキャラクターは、ジョン・ロミータ・ジュニアとマーク・ミラーによって作られた。彼女は時系団の一員の少女で、幼い頃から、父のデーモン・マクレーディから、スーパーヒーローと暗殺者として、訓練を受けた。キックアスでは、 脇役として登場する。彼女が主役を演じるのは彼女自身の名前の作品ヒットガールである。この作品は2012年6月27日に初めて刊行された。ヒットガールは映画キックアス、キックアス2ではクロエ・グレース・モレッツによって演じられた。この作品の中でヒットガールはキックアスを犯罪と戦うパートナーとして選び、キックアスを訓練し、共に 犯罪者を狩るようになった。またヒットガールは、キックアスから普通の女の子のあり方と彼女より少し、年上の女性との付き合い方を教わった。ミンディ・マクレーリは2010年の映画キックアスとその、続編の2013年の映画キックアスにに、登場する。最初の映画の台本を書いた一人の、ジェーン・ゴールドマンは次のように述べている。エイリアンにおけるエレン・リプリーが、 シガニー・ウィーバーに演じられる過程で成長したのと同じように11歳の女の子がヒットガールを演じることでヒットガールにも成長してほしかった。ミンディを純粋に危険で狂気を秘めている。これは彼女に原因があるのではなく彼女の育った環境が得意なものだと知らなかったことに理由がある。彼女は知らない間に感応精神病をかかった。ヒットガールが フェミニストのヒロインかと聞かれた際、ゴールドマンは次のように回答した。はい。彼女は性別による先入観を取り除いたフェミニストのヒーローです。私が思うに彼女は少女なので特別扱いを望んでいません。ロミー,イータはビッグダディがヒットガールを育てた方法とプロアスリートが子供を育てる方法と比較した。彼らは無意識にアスリートになり、 より強固になる。ヒットガールの育ち方はこれらと同様のやり方によるものである。もし誰かを激烈に扱ったとしたら、誰がこのような人間にならないでしょうか。私はこのようなことが信じられないことが信じられない。2008年夏、11歳のクロエグレース・モレッツは母親とロサンゼルスをドライブしている途中で、アンジェリーナ・ジョリーのウォンテッドのポスターを見た。そして、 アンジェリーナが演じている役の性格とアクションヒーロー、女性のエンパワーメント、指導的な立場の役目について、しきりに聞いた。1ヶ月後、クロエは、ヒットがある役のオファーを受けた。マッシュー・ボーンは、モレッツの成熟についてコメントし、彼女は4人の年上の兄弟がいるため、台本の上で、言語的に不自然な点はなかったと述べた。彼女の母親は台本を読み、モレッツが、 映画の中で放送禁止用語を使うことを許可した。モリッツはミンディとヒットガールとしての本性の差を表現したことは楽しく、私にはほとんど別人格のように感じられたと述べている。ワイヤードのルイス・ウォレスはミンディは放送禁止用語でのジョークとタランティーの波の流血を全て完成させた。レッドミストを演じたクリストファー・ミンツ・プラスセは、 キックアスとレッドミストはこの映画のアクションシーンを持っていない。ヒットガールがすべて持っていると述べた。ボーンはヒットガールは究極の父と娘の関係であり、バービー人形がナイフに変わっただけだと言っている。この役の準備のために、モレッツは拳銃、バタフライナイフ、剣の使い方の訓練を数ヶ月行った。モレッツは射撃シーンは苦労したと述べている。 ゴールドマンによれば、この映画をヒットガールにスポットが当たるように脚色させたことは彼女を興奮させた。ミラーは否定的な反応が大半であると予想していたが、しかし映画は思ったよりもずっとよくできていて、観客は大半のシーンで彼女に魅了されていた。本当に否定的な意見はロジャー・イーバートと彼の世代の人からのものを見たが、 特にイギリスからは彼女に魅了された意見が多かった。と述べた。ミラーとボーンはこの意見について次のように話している。このことにとても驚いている。我々は最悪の結果を予想しており、観客は彼女は不道徳で彼女を殺すというと思っていた。しかし多くの場合、人々はヒットガールに好意的で人々を勇気づける女性であったと言っている。 2010年1月、無削除のこの映画のレビューでは家族連れのグループから映画の中で使った言葉が批判された。モレッツはこの映画に出演した時わずか12歳であった。オーストラリア家族協会の代表のジョン・モリシーは以下のように主張している。伝統的なスーパーヒーローが血生臭さ,さなしで勝利した優雅さをなくしておりこれらの言葉は攻撃的で不適切である。 ロジャー・イーバートとデイリー・メールのクリストファー・トゥーキーのものも含むいくつかの批評は、この映画が特に子供による暴力を称賛していることを批判している。一方、トゥーキーは、ヒットガールができるだけ、魅惑的に見せるわと言っていたことを受けて、ヒットガールは明らかに女性的であると主張している。トゥーキーのヒットガールの見方は、ラジオタイムズの映画評論の編集者であるアンドリュー。 コーリンズを含む多くの論評者から、なぜ、ヒットガールが放送禁止用語を使っているのに性別を強調しているのかと強い批判を受けた。このような論争を受けて、モレッツはインタビューで次のように述べている。私が、もしキックアスで言った言葉を発したなら、私は、数年間寝たきりになるでしょう。私が20歳になるまで、自分の部屋から出られなくなる。私は、 このような言葉を千年間使うことはない。私はどこにでもいる平凡な少女よ。モレッツは映画のタイトルを会見で口に出して言う気はなく、公の場ではこの映画、と言い,い、家の中ではキックバットと呼んでいたと撮影中に言っている。クリストファー・ミンツ・プラッセは、ヒットガールが放送禁止用語を使うことに批判を受けたのに、劇中で多数の人間を手荒に殺害したことは、 批判を受けなかったことに驚いたと表明している。2015年1月、ミラーはガレス・エヴァンス監督によるヒットガールの映画を計画していることをイグンに明かしたがキャンセルされた。しかし2015年6月、マシュー・ボーンはヒットガールとビッグダディの前日団のキックアスの映画を作成することを検討し、以下のように述べた。もし我々がこれらの作品を作るのであれば、多分、 キックアス2が好きでなかった人々に望まれるもので、その後我々はキックアス2から離れてキックアス3を作成できる。私は前日談によってキックアス1に対する愛情を取り戻せると思う。ミンディはマーシャルアーツの達人であり、様々な近接武器に熟練している。彼女は薙刀やバタフライナイフを使って銃を持ったチンピラの集団を倒すことができる。 また彼女は優秀な狙撃手であり、拳銃から自動小銃まであらゆる火器に精通している。民ィは隠密行動によって最高のセキュリティ下の刑務所でも容易に侵入できる。彼女は自身のカスタムバイクを運転することに長けている。ビッグダディのトレーニングにより、ヒットガールの性格は残忍で無情なものになり、拷問にたじろぐこともなく、 敵を最も残忍で苦痛を与える方法で始末する。事実彼女は一時的に収監された時に12歳の少女にもかかわらずすぐに成人の刑務所の中で誰もが認める支配者になった。民理の弱点はマザーロシアに指摘されたように幼さゆえに力がなくそれを埋め合わせるために武器に頼りすぎるところである。実際マザーロシアはヒットガールとの素手の戦いで 偶然のチャンスがなければ圧倒していた。ミンディはかなりの硬派で、ほとんどニヒリストと言っていい性格で、暴力や死に鈍感である。彼女は常に他人をののしり、露骨な冗談を言い、しばしば相棒のキックアースに皮肉な態度をとる。キックアースは彼女を乱暴とポーリーポケットを混ぜた人物だと述べている。彼女の表情はコスチュームによって見えないが、彼女は父のデーモンを愛している。 ミンディはハローキティ、漫画、クリント・イー・ストウッドや、ジョン・ウーの映画に興味がある。ミンディは、彼女の年にしてはかなり精神年齢が高く、実際キックアスよりも冷静で集中している。これらの特徴は、コミック、映画版ともに現れている。例えば、ビッグ・ダディが殺害されたとキックアスに伝えた時も、彼女は仕事を終えましょう。追悼するのはそれからとのみ答えた。 しかし最終的に悪役のジョン・ジェノベー,エーゼ1を倒した時、涙と血でまみれていたが、キックアスに振り向きハグを求めた。2010年、メズコとイズは映画版を元にしたヒットガールのフィギュアを出した。その後2013年にネカはキックアス2のヒットガールのフィギュアを出した。また映画を元にしたキックアスとキックアス2でヒットガールが プレイヤーキャラとして登場する。ありがとうございます。